弁護士の北川です。さあ今日はですね、企業会社側が新しく社員を雇ったんだけども、その内定を取り消せるかどうか、どういう時に取り消せるか解説をさせていただきたいなと思います。例えばこんな事例を用意いたしました。 A 君というですね、大変真面目でハキハキして受け答えしていた新しい人をですね、企業側が雇いました。内定を出しました。でよくよくですね、その人事担当がその人の A 君のですね SNS を拝見すると、ちょっと印象が全然違う。なんかすごいウィーみたいなね、チャラついてるみたいな写真がたくさんあると。これちょっと印象が違うな、これちょっと今から内定取り消せないかなと思いました。さてそのような状況下で企業が内定を取り消せるかどうかですね、今日解説するのは採用の内定の法律上の性格、そしてどういう時に内定を取り消せるかどうか、バッチリ解説をさせていただきます。レッツラゴー。さて企業会社としてはですね、その学生さんが学校を卒業する前に内定を出すことが多いですよね。内定を出した後、事後的に何かの事情が発覚して、内定を取り消したいと思うこともあるかもしれません。さて裁判例ではですね、すでに採用の内定を出している時点でもうですね、その学生さんとの間に労働契約が成立してるんですよというふうに言っています。難しい言葉で言うと、式付き解約権留保付きの労働契約というものでございます。つまりですね、働くのをスタートさせる時期が数日後、数ヶ月後に決まっている。そして解約する権利は一応ついてるんだけども、労働契約は成立してるよということなんですね。なので一切解約、つまり内定取り消しが認められないというわけではないんですね。解約、つまり内定取り消しをすることはできるんだけども、その場合っていうのは客観的に合理的で、社会一般上許されるという場合じゃないとダメですよというふうに言っています。先ほどの事例でちょっと A 君思ってたのと違うぞ、なんかチャラついてるぞ、だから内定を取り消しますっていうのが客観的に合理的と言えるかどうかですね。これね、なかなか判断難しいんですけども、一般的になんかチャラついてるぐらいだと、もちろん内定取り消しっていうのは難しいと思っています。これね、例えばですけども、その A 君の SNS の写真や文章を見て、どう考えても反社会的組織とつるんでるね、写真や文章がたくさんあるぞみたいな場合とかね、そういった場合には内定の取り消しに客観的に合理性があると言えるのかなと思いますけれども、そうではなくて、なんか A 君プライベートではチャラついてそうだぞみたいなね、個人的なその採用者の感想じゃないですか。そういった主観的な理由で内定の取り消しっていうのは基本的にできないと思ってください。やっぱりですね、その抽象的な漠然とした理由だと内定の取り消しってできなくて、これ具体的に業務に著しい支障が生じるぞみたいなね、具体的な事情があれば内定取り消しっていうのは認められるんじゃないかなと思います。あとはですね、採用の時の図の履歴書の重要な部分に実は嘘の記載が書いてあったとかですね、あとはですね、 A 君に内定を出した後、その A 君が卒業するまでに例えばね、大きな病気を持ってしまって、このままだと業務がねできないみたいなね、そういった事情の場合は内定取り消しっていうのは客観的に合理性があるんじゃないかなと思いますね。ですからその中小企業さんはですね、その社員を解雇、クビにするっていうのはなかなか難しいんだなっていう認識はあると思うんですけども、その採用の内定を取り消しっていうのが意外とですね、緩いんじゃないかみたいな形でポン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 ですね、内定を取り消しちゃうことが中にもあったりするので、それね、やっぱり注意してくださいね。客観的に合理性がないとダメということになっています。はい、本日は内定の取り消しについて簡単に解説をさせていただきました。勉強になったって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、あとご友人にシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。御社の顧問弁護士北川でございました。さようなら。This program is supported by 保険のアイコン。保険に入るなら保険のアイコン。よろしくお願い。